皆さんこんにちは。今日は桜通り親子囲碁交流会からスーパパ先生がお送りしています。今日で第3回です。さあ、前回から囲碁のルールを見てみました。で、囲碁のルール1番、線と線の交点に黒白順番に打つ。みんなしっかり覚えてくれたと思います。さあ、これからまた大事なルールです。2番、囲めば取れる。これは、囲碁ではね、打った石は線と線の交点に打つんですけど、打った石は動かしてはいけないというルールがあるんです。でも相手の石を取ることができるんです。さあ、このピンク、まあ、黒さんですね、これを囲んで取りたいと思います。本当はね、黒白順番に打つというルールがあるんですけど、まあ、取るのをね、説明するためにちょっと続けて打ってみますね。まずこのピンクさん、黒さんを取るにはどうしたらいいでしょうか。この黒さんからは道が何個出ていますか。 1,2,3,4、 この4つの道を塞ぐと息ができなくなって相手の石を取ることができます。さあ、息をする場所をちょっと防いでみましょうか。 1,2,3,4。 はい、ここでこの石から出ている4つの道は全部塞がりました。この時に囲んだので取っていいですというルール。まあ、注意しなければいけないのは、この石さんから斜めには道が出てないですよね。この斜めに出てない道は塞ぐ必要がないです。だから縦と横をしっかり塞げば、これで、しっかり囲んだことになります。囲んだ石はね、必ず取ることにしましょう。でないと、勝負がね、分からなくなってしまいますから、ね、忘れずに取ってください。さあ、この模様は何に見えますか。ちょっとチョークで書いてみましょうか。はい、どうでしょう。何の模様に見えますか。お花の形と覚えると覚えやすいですね。小さな子供に教えるときはこういうね、イメージがとっても大事なので、自分の、分かるような言葉が出てくると、あれかと思ってすぐ覚えてくれます。これはお花の形で取れましたよって教えてあげてくださいね。それでは次いきます。次はここ、線と線の交点に打っていいですね。ここは出るところです。じゃあこの石を囲んでみましょう。この石から道は何個出ていますか。 1,2,3。 そうです、3つの道が出ています。それではその道を塞いで囲んでみましょう。1,2,3。 はい、これで囲むことができました。斜めには道が出てないので打たなくていいですね。縦と横をしっかり防げています。さっきはここでした。4つの石を使ったんですけど、今度は3つの石で取ることができました。囲んだ石は必ず取りましょう。はい、じゃあね、さっきはお花の形だったんですけど、今度はなんて言いましょうかね。
今度はね、はい、絵が下手くそですみませんけども、これがサザエさんです。サザエさんと思ってくださいね。はい、この石サザエさんの形で取れましたね。小さい子に教えるときにはまたサザエさんみたいな身近なイメージで言ってやると、子供が覚えやすいのでぜひ使ってみてください。じゃあこの石サザエさんで取れました。はい、じゃあ次行ってみましょう。次はここに石があったときどうしましょうか。これちょっとずらしましょうね。今度シロさんがここにあります。この石からは道が何個出ていますか。1、2、2個の道が出ています。さっきは4つだから4つ石を使いましたね。3つだから3つ石を使いました。今度は2つなんです。1、2、はい、これで全部の道を塞いだということがわかりますね。斜めには道がないので、ここは塞がなくても大丈夫です。で、端っこに行くほど少ない数で壁を使って追い詰めて石を取ることができるっていうのもこの辺で、子供たちに教えておくといいかもしれないですね。はい、で、この形何の形に似てますか。さっきはお花、サザエさんときました。今度は誰でしょうかね。どうしましょう。絵が下手くそでごめんなさい。はい、これね、似ても似つかないですけど、まあミッキーマウスで、ミッキーマウスの形に見えますね。はい、これは、ミッキーマウスの形で取れましたと言って子供たちに教えてください。囲んだ石は必ず取ります。はい、囲めば取れる。その他にもね、いろんな取り方があります。今のはね、一つの石を取る取り方でしたけど、今度は二つつながった石はどうでしょう。この二つの石からは1、2、3、4、5、6、6個の道が出ています。今度は6個の石を使わないと取れないんですね。じゃあ6個の石しっかりね、囲んで取ってみましょう。1、2、3、4、5、6。これね、この2つの石から出ているすべての道を塞ぎました。これでこの2つの石を取れたことになるんですよ。どうでしょう。じゃあこの形は何にしましょうかね。絵が下手くそですいません。この亀さんの形で撮れましたよって言うと、分かりやすいと思います。で、こうやって撮った石は必ず、はい、こうやって囲んだ石は必ず撮ってください。そしたらね、こういうところ白さんで囲まれた、ここは白のお庭になります。で、お庭が広いほどね勝てますので、まあ石を取った方が勝てるというわけではないんですけど、
石を取ると勝ちにちょっと近づきます。で、小さい子たちはこうやって囲んで石を取るのがとっても好きです。で、ね、石を取れたら、子供たちがね、石を取れたら、しっかり褒めてあげてください。まあ、授業でやるときはちゃんと拍手みんなでしてあげたりとか、ああ、取れたねって、言ってあげるととっても喜びます。で、そのまたね、喜びが、囲碁の楽しみにつながっていきます。で、こういうね、今、1個と2個とやりましたけど、3個つながったときでも一緒です。1、2、3個つながっても全部の道を塞ぐと取ることができます。4個になるとまたこの道が増えていきます。で、石がねつながったらお友達になって、これとこれがなかった時に比べてしっかり手をつないで、友達と友達が手をつないだら強い力が生まれますっていうこともしっかり伝わってあげてください。囲碁でも自分の生活の中でもとっても大事ですからね。もうこんなにね4つもつながったらたくさんの石を使わないと取れません。基本的には黒白順番に打つというルールがあるので、そう簡単には取れませんね。でも囲碁はねとても面白いゲームで、どんどん追い詰めて取ってしまうこともできます。はい、これが、2番のルール、囲めば取れるの、解説でした。皆さん2番のルール行ってみましょうか。囲めば取れる、せーの。はい、2番のルール、分かっていただけましたでしょうか。また囲碁をね楽しくやっていきましょう。次回はね3番のお庭の広い方が勝ちのルールを説明します。それでは桜通り親子囲碁交流会スーパパ先生の授業でした。どうもありがとうございました。チャンネル登録をお願いします。